んにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。2泊3日のサファリから帰ってきました。一般的には4泊くらいの余裕を持ったツアーが普通なようですが、予算的に無理でした。でもまあ雰囲気だけは味わえたでしょうか。今日はキリマンジャロ山が見えるところに案内してもらいます。アルーシャとキリマンジャロの位置関係です。それではどうぞ。6月11日唐津のリゾートホテルで目覚めます。バナナの木があります。タンザニアは赤道に近い国ですが、ここは高原のため過ごしやすいです。プールがあります。非常用発電機も備わっています。朝食にします。レストランも雰囲気がとてもいいです。さて出発です。カメラの調子がよくありません。ほこりにやられたのかもしれません。予備のカメラを出します。赤土に赤色の建物、すべてが土色です。マニアラ湖の展望台に来ました。マニアラ湖です。約300平方キロメーターなので、ゴロゴロのクレーターと同じくらいの広さです。バオバブの木もあります。イクタの町を通り過ぎます。交通警察が至る所で検問をしています。リチャード、交通警察に捕まり、何かイチャモンをつけられているようです。マサイの人たちが放牧中です。木の枝を頭に乗せて運んでいる人がいます。黄色の花が一面に咲いています。車を止めるとどこからともなく子供たちが寄ってきます。別の子たちです。無邪気なものです。向こうにキリマンジャロ山が見えます。アップにします。さらにアップにします。ランチの場所に来ました。観光客専用のようです。ビュッフェなので好きなものをいただきます。美味しそうなランチになりました。リチャードまた何なのでしょう。とにかく警官の数が多い。アルーシャの町を通り過ぎてモシ方面に向かいます。メルー山の向こうにキリマンジャロ山が隠れてしまいました。また検問です。メルー山がくっきり見えてきました。左に何か動くものがあります。バイクに草を天候盛りにして運んでいます。側道に入ります。トウモロコシ畑の向こうにキリマンジャロ山が見えます。道路脇に止めます。キリマンジャロ山がくっきり見えます。赤道直下なのに雪があります。ちょっと移動して道路の脇に止めます。気の利いたコーヒーショップがあるといいですね。ひまわり畑の向こうにキリマンジャロ山が見えます。アップにします。標高5895メーターです。ひまわりとキリマンジャロ山です。これで世界遺産キリマンジャロ国立公園を訪れたことにします。向こうにはメルー山が見えます。
メルー山を見ながらアルーシャに戻ります。アルーシャに着きました。人口約40万人の活気ある都市です。最初に泊まったのと同じホテルです。想像以上に洒落たホテルです。日が沈んでいきます。道は舗装され、人と車が行き交います。屋上があります。メルー山もくっきりと見えます。いつも通りビールで締めます。セレンゲティ、ゴロンゴロ、キリマンジャロ、アルーシャの位置関係です。いかがでしたか？タンザニアでのサファリは一生の思い出になりました。明日はザンジバル島のストーンタウンです。ご視聴ありがとうございました。